ビードロックとは、自動車のホイールにタイヤのビードを挟んで固定する部品である。本校では、ビードロックの外観を模した装飾部品のストリートロック、オートバイ用タイヤに用いられるビードストッパーについても記述する。ビードロックは、意図的に空気圧を下げて走行する際に、ビードがホイールリムから外れることを防止するために用いられる。 一般的な自動車は車種ごとに最適な空気圧がメーカーによって指定されていて指定より極端に低い空気圧にしない限りはビードロックを使用しなくてもビードが空気圧によってホイールリムの内側に押し付けられて保持されている。したがって通常の用途で使用される自動車ではビードロックは必要とはされない。しかしダートトラックレースやオフロードレースでは しばしばタイヤの空気圧を極端に下げて、トレッドが路面に広く設置させたり、路面の凹凸を包み込むようにグリップさせたりといった場合がある。こうした条件下では空気圧による保持だけでは不十分であるため、ビードロックが用いられることが多い。あるいはナスカールやインディカーなどの車両にも用いられる。これらの競技では、 オーバルコースを時速時速 300km 以上を維持したまま周回し、時にはコース上でスピンしてタイヤに対して横方向に強い荷重を受ける場合がある。この状況でビードがリムから脱落すると車両が高速で横転して危険な状態となるため強い横荷重を受けてもビードが脱落しないようにビードロックが取り付けられる。標準型ビードロックは タイヤの外側、ビードをリムとアウターリングと呼ばれる、金属製のリングで挟み、ボルトで固定するように設計された、ビードロックである。アウタービードロックとも呼ばれる。内側のリムは、通常のホイールと同様に、空気圧のみでリムを保持する構造になっているが、外側のリムは、ビードロックと組み合わされることを前提に作られていて、アウターリングなしではビードを保持することができない。 機密性を保つために高いトルクで締め付けられている。またボルトやアウターリングなどによりホイールの外側が重くなる。内蔵型ビードロックはタイヤ内部の空間を同心円状に2層の構造として内側のビードに近い部分に高圧の空間とし、外側のトレッドに近い部分を低圧の空間とする部品である。空間を開ける構造は ケースと呼ばれ、主にポリエステル符で作られている。ケースの内側にタイヤよりも外形の小さなタイヤチューブを入れてビードを保持するのに十分な圧力で膨張させ、ケースの外側の空間はオフロード走行のための任意の圧力で膨張させる。それぞれの空間に独立して空気を送り込むため複数のエアバルブが必要となり、専用設計のホイールには エアバルブを通す穴が2つ開けられている。通常のホイールでも新たに穴を開けることで内蔵型ビードロックビードロックを利用できる場合がある。ストリートロックとは標準型ビードロックを模した金属または樹脂製リングを取り付けられるように設計されたホイールやそのようなホイールに取り付けるためのリングを指す。端的に言えばドレスアップパーツの一種のため。 ストリートロック自体にはビードロック機能は一切ない。SUV やクローカン 4WD を街乗りにしか使用しないドライバーの間で純粋なドレスアップ目的で用いられるほかオフロードドライバーの間でも車体の雰囲気を極力変えないために街乗り用タイヤを履かせるホイールに用いたりあるいは内蔵型ビードロックと併用する形でオフロード走行に用いられることもある。 ビードストッパーとはオフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで海外ではリムロックとも呼ばれる。湾曲した小型の金属板をタイヤチューブとリムの間に挿入しタイヤビードを挟み込んでボルトで締め付けることでビードの一部を固定する。多くのオフロードバイクのホイールリムにはタイヤバルブの180度反対側に ゴム製の蓋がはめ込まれており、ビードストッパーを使用する際にはこのゴム貝を取り外して、ビードストッパーのボルトを通す穴として利用できるようになっている。このような構造を持つホイールの場合、通常のストリート用タイヤでも、オフロード用の伸びタイヤでも、ビードストッパーを利用することが可能であるが、ビードストッパー自体の重量で、ホイールバランスが未装着時と比較して悪化するため、 高速走行を行うストリート用タイヤを装着するホイールではビードストッパーを使用しないことが望ましいビードロックインターナルビードロックセカンドエアーローバーワールド2011年10月4日閲覧ありがとうございます